テスト70、上昇の道。子馬が、自分と自分の民に、復活の日アスタリスクに、起こるべき懲罰、が下されること、起こうた。の一条。不信仰者アスタリスクたちには、それを防いでくれる者など、いない。階段の主の一条であられるアッダーアスタリスクから、それを防いでくれるものなど。天使アスタリスクたちと魂の一条は、その長さが5万年もの日、彼のおもとへと登っていくに。ならば、死とアスタリスクよ、彼らの嘲笑と挑発に、良き忍耐の一条で忍耐アスタリスクせよ。本当に彼ら、不信仰者アスタリスクは、それ、懲罰、がありえないと思っている。そして我らアスタリスクは、それが近い、日に、確実に到来する、ものと見る。雨が、溶けた鉛のようになる日。また山々が、返されて散り散りになった、染められた羊毛のようになる日。の一条。近しいものが、近いしいものについて尋ねることもない。の一条。彼らには、彼らの一条が見える、不信仰だった、罪悪者は、自分の子供たちで、その日の懲罰を償えば、と望む。また自分の配偶者、兄弟。自分をかくまってくれる近親。そして地上のすべてのものによって自らの懲罰を償うことで、その代償が自分を救ってくれることを望む。断じて、そんなことは役に立たない。実にそれ、地獄は燃え盛るもの。それは、身体の各部の一条をもぎ取る。それは、招くのである、現世での真理に、背を向け、アッダーアスタリスクとその死とアスタリスクへの服従から、背き去り。財産を、かき集めては、そこにおけるアッダーアスタリスクへの義務も果たすことなく、溜め込んだものを。本当に人間は、せっかちに作られた。悪が自分に降りかかれば、ひどく取り乱し。世が自分に降りかかれば、強欲になる。ただし、礼拝する者たちは別だが、の一条。彼らは、自らの礼拝を常々、守りつつ、行う者たち。また、自らの財産のうちに、施しのための、一定の権利の一条がある者たち。人々に施しを、要求する者にも、それを、禁じられた者の一条に対しても。また、報いの日アスタリスクを信じ、正しい行いアスタリスクによってそれに備える、る者たち。また、自らの主アスタリスクの懲罰に、怯える者たち。本当に彼らの主アスタリスクの懲罰は、誰も安心していられるものではないのだから。また、自らの陰部を、禁じられた物事の一条から、守る者たち。ただし、自分の妻たち、あるいは自分の右手が所有する者、奴隷アスタリスク女性は別で、本当に彼ら、合法な物事だけを行う者たちは、咎められ者などではない。誰であろうとそれ以上を欲する者、それらの者たちこそは、アッダーアスタリスクの法の違反者なのだ。また、自らの信託と契約を厳守するの一条者たち。また、自らの証言を、改変も隠蔽もなく、遂行する者たち。
また、自分たちの礼拝を固守する者たち。それらの者たちは天国で、厚遇される者たちである。使徒アスタリスクよ、不信仰に陥った者アスタリスクたちが、あなたに、向かってあたふたとやってくるのは、どうしたことか。の一条。右から左から、三三五五に。一体、彼ら、不信仰者アスタリスクたち、のうちのいずれの者も、安寧の楽園に入られることを所望しているというのか。の一条。断じて、そんなことは絶対にありえない。本当に我らアスタリスクは彼らが知っているものの一条から、彼らを作ったのだから。我はまさに、いくつもの東と、いくつもの西の一条において誓うに。本当に我らアスタリスクはまさしく、可能なものなのである。彼らよりも、アッダーアスタリスクに服従する、良い者たちを、彼らの、代わりとすることが。そして我らは、出し抜かれる者などではない。ならば、使徒アスタリスクよ、彼らを放っておけ。彼らは、自分たちが、懲罰の一条を、約束されている日に遭遇するまで、虚妄の中に、のめり込み、宗教において、戯れるであろう。まるで、アッダーアスタリスクを差し置いて崇めるために、建てられたものの一条へと急ぐように、彼らが墓場から慌てて出てくる日に、遭遇するまで。おじけづいた目をし、屈辱が彼らを覆う。それが、現世で、彼らに約束されていた日なのである。